吉田さん、こんにちは。まあ、バカ正直もね、凡事徹底です。そこそこバカ正直にやって、こっから多数派に紛れてとかね、建前を気にしてとかではなくって、いつも全身全霊で、そのね、本音でぶつかっていく、バカ正直にやっていく、こういうことを繰り返していくと、私たちはね、どういうふうに山本太郎さんのことを見るでしょうか。これからもバカ正直にやってくれると思うでしょ。だから公約を掲げたらやってくれそうと思うわけですよね。でも他の候補者どうですかね。特に現職の方、こんな公約やりますって言っても自分の立場を優先的にして都民のこと大事にしそうじゃないですね。私はそう思いますよね。うん、あの女帝っていうね、言葉がまさにねマッチしてますけども、全然強いものには食ってかかれないしね、弱いやつからね、あのやっぱり虐げて搾取するし、で夜の街ホスト相変わらず目の敵にしてますけども、本当にね、見るところが全然なってないなと思いますし、そういうふうなスケープゴートを用意して自分への批判の目をそらそうとかね、それから学歴詐称みたいなね、そんなことが話題になったら学歴こう卒業証書を出すみたいなパフォーマンスしてますけども、あのそもそもね、学歴詐称してもこの人に任せようって思われてないって時点で終わりなんですよ、ね、カイロ大学を卒業したことがはっきりしても、でもね、小池さんへの信頼が回復したってことには私はならないと思うんですけどね。だって結局はどんな大学出てようが中卒だろうがね、今まで何をやってきたのかによってこれから何をしそうだってことが測られるわけですよ。山本太郎さんは中卒だと聞いてます。芸能界にいて、そして今のような活動されてます、うん、小池さんっていうのはね、もう本当に根っからの政治家なんですよ。根っからの政治家だから信用できないんですよ。私たち国民の生活に触れてないんですよね。わからないんですよね。いや、分かった上でそれを消費してるのかもしれません。国民生活を消費して、で、死死類類を築いてるのかもしれませんよね。で、そして長年にわたって築いてくれた東京都民の財源をね、9500億とも言われてますけど、これを一瞬で使い切ってしまったわけなんですよ。で、そうではないんですよ。やっぱ地方債っていう発想を持ってね、やっぱしっかりと都民を守っていただきたいと。そのためには現代貨幣理論を理解することが非常に大事になってきますけども、小池さんはね、ちょっと勉強不足なんでしょうか、それとも勉強不足どころかしてないんでしょうか。政治のことしかやらないと。経済や国民の暮らしについてもうちょっとね、興味を持っていただきたいかなと思います。ホストクラブを目の当たりにするのも、ホストクラブになんか恨みがあるのかなと思わないでもないですけどね。まあ私は東京都民じゃないんで、まあ、外からしっかりと見させていただきますけどね。ということで今回の億万長者合宿なんですけども、凡事徹底も突き詰めれば信用になると、あ、違うわ、バカ正直も凡事徹底すれば信用されるということなんでしょうね、きっとね。それでは以上です。